1994年モナコグランプリは、1994年 F1 世界選手権の第4戦として、1994年5月15日にモンテカルロ市街地コースで開催された。前線3リの GP において、アイルトンセナ、ローランド・ラッツェンバーガーが死亡したことで、FIA は安全確保のための改正規則を発表した。その大半は、 モナコ GP の後に導入される予定であったが、ピットレーンにおける制限速度は、本 GP から実施された。ドライバー側も安全に対する協議の場として、休眠状態であったグランプリドライバーズアソシエーションを復活させ、セナとラッツンバーガーの友人だったゲルハルトベルガーが、取りまとめ役となって、ミーティングを行った。 セナとラッツェンバーガーに対する追悼の印として FIA は第1、第2グリッドを空席としセナの母国ブラジル及びラッツェンバーガーの母国オーストリア国旗をペイントした1959年アメリカグランプリ以来初めて元世界チャンピオン及び元モナコグランプリ勝者が参加しないレースとなったまたこのレースではシューマッハ、ヒル、ベルガー アルボレートの4人のみが優勝経験のあるドライバーであった。セナの所属チームであった、ウィリアムズ及びラッツェンバーガーが所属した、シムテックは共に、レース週末に走らせた車両は1台のみであった。エディアーバインは開幕戦ブラジルグランプリでのクラッシュ原因を作ったとして参戦の出場停止を命じられ、このレースが停止参戦目であった。 彼の代わりとして、アンドレアでチェザリスが上段をドライブした。アーバインは、ESPN のピットレポーターを務めている。ミハエル・シューマッハが、コースレコードを0.9秒短縮する、スーパーラップを見せ、そのキャリアにおける初のポールポジションを獲得した。ミカハッキネンが2番手についたが、これは、彼のこれまでにおける予選最高位であった。カール・ベンドリンガーは、 ヌーベルシケインで大きくクラッシュし、レースを欠場することとなる。彼はおよそ時速2 8 0トルの速度で壁に接触した。ベンドリンガーは数週間昏睡し、その F1 キャリアが脅かされた。ザウバーチームはこの事故の後にレースからの欠場を決定した。予選2位のミカハッキネンと4位のデーモンヒルは、 スタート直後に1コーナーで接触し、両者ともリタイアした。レースは、終始ミハエル・シューマッハによってリードされた。シューマッハは今シーズン、開幕から連勝を続けており、このレースも制したことで4連勝となった。また、シューマッハは、ファステストラップも記録し、そのキャリアにおける初のグランドスラムを達成したことになる。さらに、フリー走行を含む、 全走行で1位を獲得し、レースも一度もトップを譲らない快挙を成し遂げた。1983年以来モナコグランプリは、アラン・プロストとアイルトン・セナによって勝利が分けられて、いたが、シューマッハは、セナ、プロスト以外に勝利した初のドライバーとなった。2位には、セナのイギリス F3 時代のライバルである、マーティン・ブランドル。3位には、 母国オーストリアの後輩ラッツェンバーガーとベンドリンガー、そしてセナの相次ぐ事故に心を痛めるゲルハルトベルガーが入った。ミナルディのミケーレ・アルボレートは6位に入り1ポイントを獲得した。これは彼の F1 経歴における最後のポイント獲得となった。ありがとうございます。